米大リーグは30日、日本時間7月1日、7月16日、同17日、2レンジャーズの本拠地、テキサス州アーリントン、グローブライフフィールドで行われるメジャーリーグのオールスターゲームの前日15日、同16日に実施されるホームランダービーの競技要項を発表した。動画、大谷翔平の26号、12戦9発でキング独走。 これまでは全てトーナメント制で1回戦と準決勝が3分、決勝が2分の時間の中で、スイング数や球数に制限はなく、ひたすら打ち続けて咲く声の本数を競っていた。かつては本塁打以外が10球になるまで打ち続けるルールだったため自体者は少なかったが、あまりに体力消耗が激しく、無理に飛距離を求めてフォームを崩す危険性があることから強打者の出場自体が相次いでいた。今期もジャッジ、 ヤンキースはすでに事態を発表した。今年実施される新ルールでは2ラウンドに分かれ、1回戦は全選手が出場して本塁打数を競う。上位の4人が準決勝に進出して、4人のトーナメントで優勝者を決める。時間制限はこれまで通り1回戦と準決勝が3分で、決勝が2分。だが、1回戦と準決勝は40球。 決勝は27球という球数制限も加わった。前戦でボーナス期間もあり、咲く声以外すべてアウトとカウントして3アウトになるまでスイングすることができる。ボーナス期間中に425フィート、約約130メートルを超えるアーチを書くとアウトカウントが一つ増える。体力消耗が軽減されるルールになったことで、 出場への態度を保留しているドジャース大谷翔平投手29の出場の可能性も高まるかもしれない大谷は本塁打競争出場について昨年9月に受けた右肘手術からのリハビリ中であることを踏まえまだオファーがないという感じ考えるのはそれからかなと思いますし僕も右肘のリハビリをしているのでドクターの許可だったりトレーナーの許可 チームの許可だったりとか、もちろんやりたい気持ちは、どの選手もあると思うので、そういう他の部分との兼ね合い次第かなと思いますと話していた。大谷はオールスター初出場だった21年に本塁打競争に出場。だが、1回戦で外、ゲインヤンキースに敗れて敗退し、珍しく疲れ切った表情を見せていた。さらにその影響があってか、 後半戦は成績を落とした。22、23年はオールスターには出場したが、投手での登板の兼ね合いやコンディション調整もあって出場を見合わせていた。